はい、皆さんこんばんは。8月24日月曜日の夜7時44分です。今日はね、なんとね、2週間半ぶりぐらいに外出しました。やばくないですか？2週間半の中で出たのは家の敷地内の庭だけですね。で、今日外出して、まあ電車乗って、もうちょっとね、買い物に行ったんですよ。少し遠い町まで。で、セリアにね、行ってきたんで、ちょっとこういうものを買いましたよっていう紹介から。リモコンや小物をひとまとめ、リモコンボックスの8角形型のブラウンですね。まあ、ホワイトが良かったんですけど、本当は。店頭にブラウンしかこの形はなくて、ブラウンで、買いました。あとね、こちらが、メイクグッズなんですけど、こういうね、最近はパフだけじゃなくてメイクブラシっていうのが女性のね、メイクでは結構流行ってて、私もね、今まではちょっと手でね、チーク伸ばしたりとか、パウダーファンデーションじゃないので付属のパフ、こういうね、スポンジみたいなやつですね、これでファンデーション伸ばしたりとかしてたんですけど、ちょっとね、ファンデーション用のブラシも以前買ったのがうちにあったので、そういうのね、使っていこうかなと思って。で、やっぱね、ブラシ同士がこういう風に、まあ、眉毛描いたりするのは黒っぽかったり、ファンデーション塗るのは肌色っぽかったりとか、まあいろいろ汚れがね、違うので、こうくっつくとね、汚れがこういろいろ映っちゃってまずいので、どうしたらいいかなと思ったんですよ。で、まあ、こういうとこに入れるとね、結局くっつくじゃないですか。で、まあ、今日セリアに行ったらね、こういうものが売ってたんで、まあ、今度からね、その、今、家にあるね、ブラシを下ろしてね、使おうかなと思ってんで、その、まあ、準備としてね、買いました。で、まあ、店頭にあったやつね、ちょっと苦情なんですけど、これはね、かなりね、綺麗なんですけどね、在庫が、その、店頭に8個ぐらいあったんですけど、全部ね、なんかここの横のところが、ズタボロに傷ついて、今、これ光沢あると思うんですけど、もうね、傷がつきすぎて、光沢がないぐらいになってました。この反対側もそうなんですけど、この多分テープ貼ってないこの両面ですね。なんかボロボロにね、傷がついててね、結構状態悪かったです。これもまあ少しついてますけど、なんか えぐれるぐらい傷ついてましたね。ちょっとあんまり良くないかなって。で、これは、ホワイトしかなかったんで、まあ一択でこれ買ってきました。まあなんか、この中にね、このおろし金みたいなやつがね、入ってるんですけど、これはなんか、こういう風にブラシをね、回して洗う、なんて言うんですかね。まあ、なんて言うんだろう。ものみたいです。洗濯板。そうそう、洗濯板みたいなものが入ってます。で、ね、結構ブラシって、丈があるんで、こんなにね、浅くて大丈夫なのかなと思ってるんですけど、まあ、画像で見るとこの半分以上筆が出てても大丈夫そうなんで、とりあえずね、まあ使ってみようかなと思います。セリアではね、今日はこの2点ですね。で、まあこのね、リモコンスタンド、リモコンボックスね、こちらを選んだ理由は、数ある形の中で、前後左右関係ないっていうとこですね。こうやってくるくる回して、どこの位置でも正面とかがね、ずれてても気にならないからこれにしました。なんかこう、前から、低い、中ぐらい、高い位置ってなって、リモコンのね、大きいのを後ろに、で、ペンとか、短いものを手前にって言って、こうね、山みたいになってるのがあるんですけど、それだとやっぱ前後がね、こう、逆になったりとか、あとこう、斜めになったりとかすると、すごい気になるんで、こういうね、360度型のをね、買いました。で、まあ、白が良かったってさっき言ったんですけど、そういう、前後のね、高さがこう、なだらかになってるやつはホワイトがあったんですけど、これはね、ブラウンしかなかったのがちょっと残念ですね。これのホワイト欲しいですね。まあ、でも、以前買ったやつもこの色だったんで、まあ、まあ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 、ないよりはね、もうはかどるんで。で、何入れるかっていうと、まあ、ちょっと前に、交換した家のね、部屋の電気、照明のね、スタンドのライトのリモコンですね。それと、あと、DVD プレイヤーのリモコンとか、まあ、あとね、こういうハサミとか、はい。あとね、こういうペン、ね、株とかのね、日記つけたりしたり、計算してね、書いたりする、
ペンですね。こういう風にね、使うためにね、買いましたと。で、これでまあ、結構ごちゃごちゃしないで済むかなと思います。で、あとはちょっとね、テーブルの板が黒くて、ブラウンだと結構夜ね、同化しちゃうんで、滑ってね、落っこって結構大変なことになると思うんで、下を、なんかテープか、滑り止めかなんか、まあ、グルーガンでもいいんですけど、なんかつけて、テーブルからこう、あんまりこう、動かないように摩擦が起きるようになんかね、処理しようかなって感じです。とりあえず今日は以上ですかね。あとは、パソコン買ったんですけど、パソコン乗せてるデスクが木製デスクで、結構ね、動かしたりするときに木が削れて、木もパソコンもね、両方なんか傷ついたりする気がするので、なんか敷き布をしようかなと思って、100均の、まあ、セリアさん見てたんですけど、なんかやっぱ100円だとあんまりいいのがなくて、キッチンマットみたいなのとか、なんか切れ端みたいなのとか、何なのかな、キッチンマットじゃないけども、そういう何かオブジェとかを置いたりするためのね、なんかカットマットみたいなのが売ってたんですけど、やっぱりペラペラだったりとか、あえてなんか切りっぱなしの加工をしてあるんですけど、すごく貧乏っちい感じに見えたので、買おうかなと思って、カゴに入れる直前まで悩んだんですけど、やっぱ今日リリースして、なんかね、どっかでまた別のものをね、買おうと思います。あとね、今日一日に限っては結構いろいろやったんで、またそれに関しては、気が向いたらというか、体力があれば、別でお話ししたいと思います。